きっかけとしては高2の終わりから高3の初めにかけて1ヶ月半ぐらいスペインに短期留学した時にもうそこでスペインに戻りたいっていう気持ちになりました。大学入った時が一番しんどくて、でメンタル的にも不調起きちゃったりして練習もついていけない、で本当にもう怪我でもしちゃってもう車椅子にでもなっちゃえばいいのにぐらい追い詰められてましたね。ドイツ人より日本人の方が足元の技術は圧倒的に高いし器用だと思います。まあドイツ人はまた違った技術だったり強さだったりがあるので、